何でしょうか、これは。うん。It's okay. Yeah. Okay, okay. 米子市にある駄菓子屋岡本一銭屋、明治元年創業の老舗で、店主の人柄もあって子供から大人、それに今では外国人までたくさんのお客さんが訪れます。店主の岡本さんは今年88歳、常連だった子供たちが大きくなって立派になってまた足を運んでくれることが一番嬉しいと言います。うちから大きになった子がほとんどやから、うん、接しやすい、うんうんうん、幼稚園からこの辺でおもらししてた子がもうな。しかし物価高騰の波はそんな駄菓子屋にも押し寄せます。10月から店で扱うおよそ30品目のチョコやせんべいなどのお菓子が値上がり、最大で200円値上がりする商品もあるといいます。これが12円が9月、10月から15円。あ、そんなに上がりするんですか。中でもこちらうまい棒、販売するヤオキンによりますと、うまい棒の希望小売価格は1本税抜き12円ですが、10月出荷分から15円にするということです。原料となるコーンなどの価格上昇に加え、人件費や包装資材費なども大きく上昇していることが要因だとしています。お子様のお小遣いでも選ぶ楽しさを感じていただけるよう熟慮してきたものの、コスト上昇は許容範囲をさらに超えてきているなどとコメントしています。うまい棒は1979年の発売以来1本10円を維持してきましたが、おととし初めて値上げを実施、2年ぶり2回目の値上げとなります。駄菓子屋っていうのは子供の店だから、本当はな抑えてほしいけどね、そうはいかんね。やっぱり子供にね、いっぱいできるだけ食べさせてあげたりとか、まあ、いろんなものを食べて、ね、駄菓子って勉強にもなると思いますし、昔から続いてるものなので、まあ、値上がりするとちょっと残念かなとは思いますけど、うんうん、30種類やだ。これグミで食べ物じゃない。起きれんね笑うに笑えない子供たちの財布にも値上げの波が直撃します。